年明け一週間経ってから、虎年ネタで動画やるやつ、いねえよな。な、翔子親衛隊でキワージもあるよ。翔子親衛隊の効果は、士気6で自身の即味方のグループ噂勝ち。自身は、速度 0.5 倍で、自身撤退か効果終了。効果時間は10カウント。士気は成長中で、全国大会の以下の3でも2位に残るので、でも、リスクは1位に取った。協力を打った後、本人が語る時点で、ただ上位互換の性能だから、協力はかなり強めだ。スペックを大幅に犠牲にしたら代わりの計略性能って感じやな。今回は外膜損削で粒力を補う構築や、徐々に上がる系やから治療の早い魅力盛りと相性がええよ。損削は中盤武力10を超えるし、12月に髪型された一対武道の投げ先として、まだまだ現役で戦えるカードだと思うで。劉備は4人一致すればそれなりの速度上昇になるから、翔子はそれを警戒した位置取りを意識しとるわ。やっぱりこの計略、3でも10っぽい13のテーマなんか、そっか。なんで、ウサミンなんや。計略が似とるだけやろ。わかったよ。じゃあ、翔子のことを歌えばいいんだね。やめろ、それはマジでヤバい。俺は死ねないんだ。ともかくリードは取れたね。お相手のデッキはナイロンを取るのが難しいから、リサでも意味は大きいはずや。単発での高齢勝負ならこっちの方が武力で勝るけど、何か重ねてこられたら再起の流れになりそうかな。まだやってるの。ファイヤーボルト。存分に武を振るえ。崩壊と瞬足無敵。もう突破せよ。乱れた世を塗り替え、その時が来た。ここは貴様の度胸はその程度か。横島な者には屈しません。もう帰るから。
行くぞ、市長。反撃開始だ。まだやってるの。ファイヤーボルト。ファイヤーボルト。相手が魅力4大西木玉で使用式が666やから約10カウントで式6計略が打てそうやな。それまでにある程度優位を取りたいけど諸葛輪も警戒やね。自由を磨き決戦に挑むのです。翔子クラさんと遊んでるね。この城もそろそろ終わりましたね。死ぬまで戦うんだ。というわけで1戦目や。今回の2戦目は連マッチやから1試合目の後どう変えるかのことも話してみたいわ。2戦目やけど相手も魅力盛りデッキやったことから、1戦目は孫作の指揮4分の差で相手にフルコンを通された反省から、今回は開幕孫作を戦うパターンで行ってみるです。ファイヤーボルト。もう帰るから。眠くなっちゃったの。ファイヤーボルト。ファイヤーボルト。俺は死ねないんだ。ファイヤーボルト。貴様。すいません。まだやってるの。ガオー。
俺は死ねないんだ。あふれはお互い様や。もうこのカウントなし、孫作戦うプランを貫くよ。感じ的に今回もお相手は大構成っぽいし、できれば敵陣に果てて再起したいね。横島な者には屈しません。勇気を力に進め。乱れた世を塗り替えろ。その時が来た。治癒を磨き、決戦に挑むのです。翔子、クラさんと遊んでるね。突破せよ。ファイヤーボルト。艦運長が木のもとに存分に武を振るえ。踊れ、俺と共に。ファイヤーボルト。ボール解放、究極無敵。もうもう帰るから。ファイヤーボルト。すいません。ここはか。オール解放。絶対に貴様の目標はその程度か。内乱には中カウントかかるから、それ未満で検討した制圧劣勢は止める必要はあらせんね。という感じで、今回は翔子の紹介でした。本人スペックは極めて低い代わりに、号令パワーはかなり高めやね。ただ、どうしても打ちづらい場面のある計略やから、速攻性のある裏の手を入れるのがおすすめかな。それでは、ご視聴ありがとうございました。